シーキングザパール、シーキングザパール、1994年4月16日から2005年6月10日は、アメリカ合衆国で生産され、日本とアメリカで調教された競争場、及びアメリカで共用された繁殖品場、1996年から1999年まで日本で競争生活を送り、1997年の NHK マイルカップに優勝。1998年夏にはフランス遠征を行いモーリス・ド・ギース賞に優勝し、日本調競馬として初めてヨーロッパの GE1 競争を制した。日本在籍時代の主戦騎手は竹豊。1999年7月にアメリカ衛星騎士にそうした後に引退。繁殖品馬としての主な産区に。 重賞5勝を挙げた他 GI 競争で9度の2着を記録したシーキング・ザ・ダイヤがいる。1994年、アメリカ・バージニア州のレイジー・レイン・ステーブルズの生産。翌1995年7月にキーンランドで開催されたセリー1に上場されて主取りとなったが、その後、本場の所有者となる、上中智子の娘、ま子に18万5000ドルで購買された。 名簿段階から本場に目を止めていた雅子は、セール後に主撮りとなったことを知り、改めて旧社に、見場の見聞に赴くと、ちょうど馬房の窓から顔を出しており、普通の若馬は、落ち着きがないのに、何か、考え事をしている。いかにも頭が良さそうに見え、まさに運命的な出会いを感じて、購買を決めたという。同11月に、日本へ送られ、北海道早北町の農山ファームで、 育成距離を積まれた。翌1996年5月に、滋賀県立東トレーニングセンターの佐々木昭三級者に入級。真珠探しを意味する場名は父、シーキングザ・ゴールドからの連想であるが、雅子の誕生石が真珠であることから、友子は、馬があなたを探してくれたとの意味を込めたという。1996年7月20日、小倉開催の新馬戦でデビュー。 従前から調教での走りが立党で評判となっており、単勝を1.2倍の1番人気に支持されると、スタート直後先頭から2着に7場審査をつけて初勝利を挙げた。続く中山開催の新潟3歳ステークスでは、新コースプレンダに次ぐ2番人気の支持を受けたが、スタート直後に外側へ大きく逃避したことが影響して、広報化のレース運びとなり、 直線で追い込むも三着と敗れた。起乗していた、竹豊は一層の原因がわからなかったと言い,い、ちょっと普通のいい子ではないなと感じたという。しかし、自走のでエリーハイ三歳ステークスでは、気難しさを見せることなく、メジロブライトに小馬審査、三歳馬による芝千四百メートルの日本レコードタイムで重勝初勝利を挙げた。また、部は、この勝利で、兄弟子の川千代が保持した。 年間重賞最多勝記録を14に更新し、さらに史上初の4週連続重賞勝利を合わせて達成した。12月1日に臨んだ3歳女王戦、阪神3歳ヒン馬ステークスでは、前走に続き単勝オッズ1.5倍をつけて一番人気となった。しかしレースでは、先行作から直線で失速し、メジロドーベルの4着に終わった。たけは後に、 4コーナーまではごく普通に走っていたのに突然、手応えが悪くなって、これまた原因不明ですと回想している。調教師の佐々木も、説明がつかないと語ったが、上中智子は、きっと初めての荒れた馬場に嫌気がさしたためでしょうと、分析している。当年は4戦2勝でシーズンを終えたが、敗れた2戦の不可解な内容から、以後、希少難というレッテルを貼られることになった。なお、部によれば、 馬屋にいる時のシーキングザパールは絶対に人を馬ない、暴れない、何をされても嫌がらないという、いい馬であり、乗ったら変身していたのだという。翌1997年、初戦の新山記念を三馬審査で勝利。しかし2月5日に、佐々木からシーキングザパールが森秀幸級車へ天馬屋することが発表され、シーキングザパールは同日中に森級車へ移された。 食中と佐々木との間で囲碁のローテーションをめぐる対立が起こったことが原因とされている。当時、外国サンバにはクラシック競争への出走が認められていなかったため、外国サンバにも門戸を開いた前年新設の GI 競争 NHK マイルカップ5月11日を春の目標に据えた囲碁フラワーカップニュージーランドトロフィー4歳ステークスと重賞を連勝。 本命馬としてマイルカップに臨んだ。もう一頭の有力候補であった外国産馬スピードワールドが年座のため出走を騎士、当日は前年の三歳王者マイネルマックス等を抑え一番人気の支持を受けた。レースは前半600メートルを35秒0というスローペースの中6から7番手を進むと最後の直線半ばで先頭に立ち2着。 ブレイブテンダーに一馬新3、4差をつけて優勝、GI 制覇を果たした。競争後、森から秋の目標を、頻馬三冠最終戦の集荷賞とし、最終的に香港で行われる、香港国際カップを視野に入れていくことが発表された。なお、部は陣営に対して9月に、アメリカで行われるビバリーディステークスへの遠征を提案していたが、 これは、日程的な問題から見送られた。夏の休養後、8月末に帰休。週刊賞へ向け、シーキングザパールは、大賀賞優勝馬、競泳マーチ、優秀品馬、オークス優勝馬、メジロドーベルトと共に、4歳品馬の三強に数えられた。秋初戦は、ローズステークス、週刊賞とライアルから始動。競泳マーチとの初対戦となり、当日は、 シーキングザパールが1.4倍で1番人気、競泳マーチが3.9倍の2番人気となった。しかしレースでは、競泳マーチが逃げ切りを見せた後方で、シーキングザパールは直線で伸び切れず、3着に終わった。その後も、集過症に向けて調整されていたが、コンディション検査の際、機関の入り口がシワによって塞がれるのどずがい、エントラップメントの症状が発見されたため、 周化症を断念。喉の手術が行われた後休養に入った。上中雅子によれば、当初は原因不明とされていたもののローズステークスの時点で、すでに症状が出ており、同競争の残り400メートルは呼吸ができない状態で走っていたのだという。約7ヶ月の休養後、3歳児以来の1200メートル線、シルクロードステークスで復帰。手術からの長期休養明け。 プール調教主体の調整過程といった様々な不安要素もあり、当日4番人気の評価だったが、2番人気のマサラッキを首裂かわして勝利を挙げた。この勝利により夏のヨーロッパ遠征が決定する。自走は春の短距離王者決定戦、高松宮記念に出走、1番人気に支持された。しかし当日は降雨によって馬場状態が増えての10馬場、やや10となり、 先行するも伸びきれず4着に終わった。続いて、NHK マイルカップと同じ東京競馬場の1600メートル戦、安田記念に進んだが、前走以上の降雨で、馬場状態は騎士たちが、ここ数年記憶にないと語ったほど悪化。レースでは、武との折り合いも書き、待機シャトルの10着と大敗を騎した。勝った待機シャトルも夏のヨーロッパ遠征を予定し、この競争は、 走行戦として出走したもので、島を控えた2頭の名案が分かれる結果となった。競争後、改めてシーキングザパールのフランス遠征が発表され、ドービル競馬場で行われる距離1300メートルの G1 競争、モーリス・ド・ギース賞への出走が明言された。格付けは G1 ながら、同競争は当時日本での知名度が低く、部は著書で森先生は、 よくこんなレースを見つけ出したものだと感心します。日本人はよく名の知られたビッグレースを狙うのが普通でしたからと、その決定を称えている。森は前年にこの競争の存在を知り、同時島無敵を出走させようとして頓挫して転移があり、その経験を踏まえたものであった。また森は当初1600メートル戦のジャックルマロア賞への出走を期としていたが、 イギリスのサセックス・ステークスへの出走を予定していた待機シャトルコース適正を理由としてジャックル・マロワ賞に目標を切り替えたため1600メートルでは待機シャトルに勝てないと判断しての決定でもあった。それなら核は下でも一周早いモーリス・ド・ギース賞を狙って日本で最初に海外の GI を勝つ長教師になってやろうと思ったとも言う。 7月21日に調教を行う予定のイギリスへ出発。翌22日に受け入れ先であるニューマーケットの j フラグ9社に到着し、以後調教が積まれていった。森がニューマーケットでの調教を選んだ理由は、日本でもっぱら使用しているウッドチップのハンドコースに近いサイドヒルというウッドチップコースが備えられていたことにあった。森は輸送を考えると、 フランスのシャンティーでやった方がいい。けど、あそこのダートコースで仕上げる自信はなかった。大気シャトルやエルコンドルパサーぐらい能力が高い。馬なら、どこで調教したって勝てるやろ。パールはそうはいかん。日本でも、余裕で勝てる馬やない。これ以上ないってくらい仕上げんと勝負にならんと思ったと、述べている。8月5日には日本から部が駆けつけて、最終調教を行い、サンハロン。 約600メートルを推定35秒後という好タイムを掲示し、好調を伺わせた。翌6日にフランスへ渡ってドービル競馬場に入り、8月9日にモーリス・ドギース賞を迎えた。フランスは雨が多い時期に当たり森は馬場状態を懸念していたが、当年は雨が降らず、数十年ぶりと言われる固い馬場での競争となった。シーキング・ザ・パールは、 オッツ10.4倍の5番人気であった。スタートが切られると、スローペースで押し出されるような形で先頭に立ち、そのままレースを先導。残り300メートル地点からスパートをかけると、追走するらを振り切り、コースレコードを17年ぶりに更新する1分14秒70で逃げ切り勝ちを収めた。日本競馬界の悲願とされていた初の欧州 G1、競争制覇であり、地元市。 パリチュルフはロケット弾、その名はシーキングザパールとの見出しで、この勝利を一面で伝えた。また、イギリスのレーシングポストも日本の品は歴史を作るの見出しとともに、一面から三面までを裂いて大きく取り上げ、関係者の紹介や、1958年から1959年にアメリカへ遠征した白地から以降の日本馬の海外。 遠征誌も合わせて取り上げた。手綱を取った氏は、フランス長競馬、スキーパラダイスで勝った、ムーラン・ロンシャン賞に次ぐ欧州 G1 競争2勝目で、あったが、スキーパラダイスの時とは違う嬉しさがありますね。日本の馬で、日本のチームで勝てたんですから。これは、僕一人の勝利ではなく長年やって、やっと勝てたんですから。日本のホースマンにとって、今日の勝利は、すごく、 大きいと思いますと語った。また、森は勝因について、ジョッキーかな。予想外の展開だったけど、このコースをよく知ってる彼の、あの乗り方が、結果的に見ればベストだった。もちろん涼しいニューマーケットでの調教がうまくいったこと、ババが軽くて、シーキングザパールに向いていたことなども勝因に挙げられる。負担重量や距離を考えてこのレースを狙った回があったと思うと述べた。なお、 シーキングザパールのレコードタイムは2013年に,に破られるまで15年間にわたり保持された。翌週のジャックル・マロワ賞では圧倒的一番人気に押された大気シャトルも優勝。2週連続での日本超強馬による快挙はフランスを驚かせ、当地のマスコミでは日本馬がノルマンディーに歴史的な上陸を果たしたと言われた。これらの勝利に対し、 日本中央競馬会からは、シーキングザパール陣営に対し約9200万円、待機シャトル陣営に対し約1億6800万円の報奨金が出された。その後帰国した待機シャトルに対し、シーキングザパールは、ニューマーケットに戻って、調教を続け、9月6日には再度フランスへ渡り2戦目の、ムーランド・ロンシャン賞に臨んだ。しかし、アイリッシュ2000を制した、 デザートプリンスやプールデッセデプーリッシュ、フランス戦ギニーの優勝馬ザライイカなど、出走馬は前走よりも強化され、他陣営のペースメーカーに絡まれながら逃げる展開や、降雨による不良馬場などもあって7頭立ての5着に終わった。たけしは、展開だけでなく、馬場、相手すべてが前走よりきつかったと語った。9月10日に帰国し、10月に立東トレーニングセンターに帰球。 11月22日には、マイルチャンピオンシップに出走した。起乗停止中であった部に代わり川地洋が起乗し、当日は待機シャトルに次ぐ2番人気であったが、先行作から直線で伸びず、5馬審査で圧勝した、待機シャトルの後方で発着に終わった。年末には騎士を部に戻し、スプリンターズステークスに出走。前走に続き、待機シャトルに次ぐ2番人気であったが、オッツは、 これが引退レースの待機シャトルが1.3倍、シーキングザパール10.5倍と大きく話されていた。道中は、最後方待機から最後の直線で追い込み、ゴール寸前で待機シャトルをかわしたものの、先に抜け出していた7番人気のマイネルラブに、頭差及ばず2着に敗れた。たけしは競争後、力は出し切れましたが、待機シャトルの他に、まさかもう一頭いるとは思わなかったと語った。 また部は2000年に行われたインタビューで自身のキャリアにおける一番悔しかったレースとしてこの競争を挙げている。年明けの1月9日、森が突如としてシーキングザパールのアメリカ遠征を発表。19日に渡米、23日には G1 競争のサンタモニカハンデキャップに出走した。当日は立て6番人気の評価でレースでは 緩いペースの中3から4番手を進んだが、要所でバグンのペースが上がると一旦後方に置かれ、直線で再度伸のビルも4着と敗れた。アメリカは、この一戦のみで帰国し、5月23日には、高松の宮記念に出走した。前年に続き一番人気に、指示されると、レースでは、ハイペースの中行為につけて、最後の直線で抜け出したが、後方から追い込んだマサラッキに交わされ、 一馬進一、四差の二着となった。6月13日には前年大敗した安田記念に出走。三番人気に押され、レースでは最終コーナー10番手から直線で追い込んだが、エアジハード、グラスワンダーから二馬進差の三着と敗れる。この後は休養し、周期に備える予定となっていたが、7月に中央競馬の登録を抹消され、 アメリカニュージャージー州の JFB ステーブルズにトレードされたことが発表された。同28日に離日し、ニュージャージーのアラン・ゴールドバーグ9社に入球。10月2日に G3 競争のノーブルダムセルハンデキャップに出走し、単勝オッズ1.6倍の一番人気に支持されたが、騎手との折り合いを欠いて、直線で失速し4着。続く、ローレルダッシュステークスも7着と敗れ。 これを最後として引退が発表された。なお、シーキングザパールは、中央競馬時代に、大馬との混合重賞で6勝、モーリス・ドーキース賞を含むを挙げたが、これは、牝馬としては、透明と並ぶ、史上最多記録であった。引退後は、ケンタッキー州のクレーボーオンファームで、なぎをされた。初年度は、ストームキャットと交配され、翌年同馬との間に生まれたオスゴマは、 シーキング・ザ・ダイヤと命名され、日本で競争馬となり、芝、ダート双方で活躍。重賞5勝を挙げたほか、GI 競争で9回の2着を記録した。勝利競争には、ニュージーランドトロフィーの母子制覇があり、また2004年には、モーリス・ドーキーズ賞にも出走しが、こちらは15着と敗れている。第2個ダイブ、チチストーム・キャット、第3個シークン・ファインド。 父ジャイアンツ・コーズウェイはいずれもアメリカで競争生活を送り、後に繁殖品馬となっている。2005年6月10日、シーキング・ザ・パールは当時、つなぎ用されていたレンズ・エンド・ファームの放牧地で死んでいるところを発見された。JFB ・ステーブルズのマネージャーであるレイモンズ・ベルによれば、馬体に目立った傷や暴れたような跡はなく、正確な死因は不明であるが、 落雷にあったものであろうと推測された。11歳であった。タイムランはレコードタイムを表す。竹豊はシーキングザパールと待機シャトルがフランスで好結果を残したことが日本の関係者の自信となり、以後の旺盛な国外遠征につながっていると両馬の功績を称え、個人的には 僕がずっと日本の馬は絶対レベルが高いから日本で普通に重賞を勝つ馬は海外で GI を勝てるかもしれないと言っていたことをシンキングザパールは実際に証明してくれた頃が嬉しかったと述べている。また騎手という立場からは貴重の難しい馬でしたが乗り味は最高でした。もう少し聞き分けが良かったらなぁとは思いますけれど 成し遂げたことは歴史に残るのだからすごい名品ですと評している。森秀幸旧社では従前から頻繁に国外遠征を行うことで知られていたが森はシーキングザパールについてこれまでスキーキャプテンや藤山県山でやってきたことが一つの結果として残せたということでも僕にとってはすごい意義があった。もちろんアグニスワールドやエアシャカールなどの遠征も シーキングの経験があってこそなんですと述べている。日本中央競馬会が2000年に行ったファン投票による名馬選定企画20世紀の名馬大投票では107位となった。この結果について競馬漫画家の吉田美穂はなんでパールが100位以内に入らないんだろう。強い馬だったと思うし日本と海外で GI 制覇実績は十分すぎるくらいあるのに。 あまり好かれないタイプなのかな理由が知りたいですと疑問を呈している。同時期に、競馬界の広報誌、優春が選定した20世紀のベストホース100にはなお、連ねており、また2010年に同志8 0号記念として行われた読者投票企画、未来に語り継ぎたい、不滅の名馬たちザグレイテストホーセス1 0 0では97位に選出されている。また、 アメリカへ売却される直前に、週刊ギャロップが読者に募集した、現役場ナンバー1美女というランキングでは101票を集め1位に選ばれた。父については、同馬の子を3勝のこと。母はアメリカで6戦1勝。王子に、フランスで G1 競争2勝を挙げ、主ュ馬としても、米、フッツのリーディングサイアーとなった、リファールや、アメリカで10二2勝のバルカス。 大場に、米、フッツで、G1 競争2章のノビリアリーがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。